完全栄養食はいいと思われますか？それともビタミン剤などと同じでダメですか？時短にとてもいいと思ってますってことなんですが、まずですね、人間の体がどういう風に栄養を吸収してるのかってことを考えてもらいたいんですが、完全栄養食って、ここに1日分の栄養全部入ってますって、っていうものなんですよ。ところが人間ってこんなねちっちゃいこう一つのものの中に栄養がめちゃくちゃ濃度高く詰まってるものを吸収するように体ができてないんですよ。だからアミノ酸でもそうだし、特定のビタミンでも何でもそうなんですが、人間の体って食材から栄養を吸収するようにできているので、本来はサプリとか特にそういう風に圧縮された完全栄養食なるものから栄養を取れるように消化器官ができてないんですよ。だから栄養の吸収効率って実はサプリで取る場合とその食あの食べ物から取る場合ってのは全然違うんですね。だからなるべく食材から取るべきで、お医者さんから指示された場合とか、あとはどうしても取りきれないもの、さっき言ったビタミン D とかで、その中でもサプリから取っても有効ですよってことが証明されてるものはサプリ使ってもいいと思うんですけれども、とか完全栄養食でもいいと思うんですが、おすすめはいたしません。